元湯皇后は、北宋の秋田州の廃校。南宋で、皇宗により、皇太后号とされた。姓は、猛師。廃後の法名は、沖誠。元湯太后、高助太后とも呼ばれるが、これらは死号でなく、生前の称号であり、元湯は、秋田周期の元号である。湯の人、十八の高門志皇の孟材と王子の娘、信人太后らによって、 多くの名家の娘の中から選ばれて、元優7年5月16日、20歳で、当時17歳のアキラ州の皇后となった。アキラ州は、劉氏を長愛し、孟氏は、劉氏としばしば居酒屋を起こした。小生3年に、駅庭の獄が起こり、9月29日に、孟氏は、裾、美薬使用、病原投与の罪で皇后を廃され、八日宮に移されて同志にさせられた。 皇号は、歌謡教主、玉成生明戦士。元府三年、明田衆が法ずると、近清吉皇后によって皇宮に召され、皇后に服して、元有皇后を称した。数年元年、起草によって、再び敗され、八日宮に移された。新しい皇后は、君元通知は明成戦士。しかし八日宮で火事が起こり、孟子は、縁や死宮に移った。 その後、縁安しぐよも消失して、孟子は実家に帰った。成功の変の際、廃校で実家にいたことが幸いし、金に捕らえられ連行されるのを免れた。金は、北総の最小であった、長方城を区別として、大須賄皇帝に擁立し、北総の丘陵を間接統治しようとした。しかし金軍が撤収すると、長方城は即座に定位を放棄し、 孟子を元ユー皇后として尊法し、水連調整させた。孟子は、手図から所して、開封を脱出していた皇后長構えが立ち、僧の皇統を継いだことを内外に告げた。南宋の権威元年、孟子は元ユ太皇を皇した。さらに、祖父の孟元の名前を引きされて、高助大皇と会合した。昭降元年4月、皇子た、昇時婚、烈皇后と、 送りなされ、後、明治聖婚皇后と改められた。宗島木二十六、孔胸忠昭公元年四月かの絵達上による。宗島木十八、明宗忠昭生三年九月を都合上、廃校後を申しため、歌謡教主玉成名、静聖氏、玉物、名置誠、長方将は、その定位にあった四月五日、実家にあった申しを、総大号に封じた。 4月10日、金軍が遠のくと、長宝将は即座に定位と、その国語を放棄し、孟子を皇宮に迎えて、宋のもという皇后として、水連調整させた。ありがとうございます。